初心者の方でもできそうな簡単なカードケースの作り方、解説していきたいと思います。9.5センチ。9.5。6.5。6.5。下は6.5センチ、下と上6.5、左右は9.5センチです。で、これをまずカットします。使うのは定規とカッターとカッターマットです。この通りカットしていきます。はい、まず一つできました。ちなみに今更なんですけど、こういう工作用紙が100均で売ってます。工作用紙。はい。で、さっき切ったくり抜いた外側のやつをそのまま使ってもう一つ型紙作っていきたいと思います。一旦先ほどと同じような型を線引いてあげます。ですね、このまま引いてもいいし、てな感じで上 6.5、 下 6.5、 左右 9.5 の状態を作ります。一番下段の下の方の右側から、3.5 センチ、これメモリ 1.5、 これ1じゃないですか、3.5 センチ、3.5 センチはここですね。ちょっと印をつけてあげる。3.5 センチで、どう説明したらいいんだろう。ここ3.5、3.5 センチ、右側ここ4センチ、4センチ、ちょっと印つけてあげる。ここと、ここ。ここは、4.5 センチ。違う。4センチだ。違った。4.0、まあ4センチ。で、今度反対側。下から3センチのところ。ここに印つけてもらって、こことここ3センチ、ここ3センチで、ここの端とここの端、下から3センチのところとこの 3.5 の端と端を線を引いてあげます。そう、こうで、上はここから 4.5、 ここから 4.5、 4.5 だからここか、ここから 4.5、 ここから 4.5 ですね。ここの部分と右側の方のこの4の上は4センチの上ですね。こことここを結んであげる。って感じ。なんか違うね。間違えたね。間違えたんで消します。で、この 4.5 と上を1回3、横に3、
からここは 3.0 で、こことここを結んだ。お分かりになったでしょうか。最初に取った方、上下 6.5、6.5、左右 9.5、9.5の中で、3.5から、先ほど取った、寸法、四角く、上下6.5、左右9.5で四角く囲ったら、線引いたら、それをベースに右側3.5、この寸法通りに点を打ってもらって、線を引いてあげる。で、これを型をカットしていきます。こういう感じ、寸法で、この絵を切り抜いていきます。型紙は2つで、このような形になると。で、出来上がると、出来上がるイメージはこんな感じ。まず型紙はこんな感じで作りましょう。で、型紙ができたので、この型紙を使って、これは段ボールっていうか、スタバのケーキの箱で作ったやつなんですけど、普通のスタバの紙袋で作っていきたいと思います。本当にこの紙袋1枚あればできるというような感じでいきたいと思います。まずは、下の底面を剥がしてあげます。こんな感じで。あとはこの紙袋でどの部分を使いたいかというところを、自分なりに、どこがいいかなっていろいろ考えながらやってもらえればなと思います。で、これは、こう開いた時のこの縫い側を、ちょうどこの接着しているところですね、をサイドカッターで開いていきます。で、こんな感じでいきます。そうするとこの取っ手があると思うんですけど、その取っ手も、下からこれで剥がしていきます。そうすると剥がれやすいです。で、もう片方もあるので、下から。さあ、どこを使うかというところを考えていくんですけども、ここをくり抜いてあげますか。で、100均にこういうの、丸い円の道具が売ってるので、でこういうのを作業して、大体、どんぐらいかな、30のやつが大体一緒かなって。30、ここ30のところは、円が大体大きさが一緒かなっていうところを目安にして、さっき印つけたところにあるといいなっていうところを大体合わせてもらって、丸い円を描きましょう。そしてここをくり抜いて描きましょう。印をつけていきます。型紙が動かないように手で押さえながらいきます。こんな感じ、見えますでしょうか。こんな感じ、1枚だけだとペラペラなので、こんな感じでペラペラなので、
3枚ぐらい重ねますかね。3枚から5枚、5枚ぐらい重ねちゃってもいいと思うんですけど、まあちょっと今回は3枚でやってみます。5枚にするともうちょっと厚みが出てしっかりしたカードケースになると思うんですけど、今回ちょっと3枚だけで、やってみます。で、3つ。で、これを切り抜いていきます。こんな感じで3枚切り抜きました。まずは3枚、次にもう一つの型紙で、これどうしようかな、ラバのマークの位置がどこにあるといいかなって、まあ、これと同じような感じで下にあるマークが下にある感じでいいかなと思います。なのでこれは大体の位置で、このぐらいかな。型紙ゆっくり下げていって、まあ、ここかなぐらいのところで型を取っていきます。で、同じように3枚なんで1枚、あ、そっか、まあいいや、3枚、で、これがはい、カットできました。3つ、ね、中は袋真ん中に挟んで、こちら全部で6枚、これですね。で、この型紙を使って切り抜きました。